はい、こんにちは、三原です。今回はバスケットボールのディフェンスで、パックラインディフェンスの弱点というテーマのお話をしたいと思います。パックラインディフェンスっていうのが最近、流行のディフェンス戦術の一つですよね。以前私も動画で自分なりの考えを含めて、パックラインディフェンスを解説をしました。そして今この動画を見ているあなたはおそらく何らかの形でパックラインディフェンスというものに興味があってこの動画にたどり着いていることと思います。今回はそんなパックラインディフェンスの、弱点ですね、良いところではなくてここはちょっと弱いよというところについて、私が考えていることをお話ししたいなというふうに思います。はい、前提としてはですね、まず全てを止められるディフェンスって何かっていうことなんですよね。全部の相手のプレーに対して完璧に対応できるディフェンスってのは何かっていうと、結論そんなものはないということがまずは前提になります。はい、例えばオールコートプレスをしたらそれはそれで弱点があるわけですね。パックラインディフェンスをしたらそれはそれで弱点があるし、 3-2 のゾーンディフェンスをしたらそれはそれで弱点があるということで、全部を止められるディフェンスっていうのはまず存在しないというのが前提になります。でですね、究極簡単に言うと、じゃあディフェンスっていうのはどういうことを考えるかというと、何かを捨てるということを考えるんですね。で、極論これはですね、外を捨てるのかそれから中を捨てるのか、このどちらかしかないということを私は思っています。例えば外を捨てるっていうんであれば、アウトサイドシュートが相手はあんまり入らないと、たまに入ってもしょうがないと、だったら小さく守りましょうというようなディフェンスをするというのも一つですし、はい、で中を捨てるというのはどういうことかというと、ボールに対してどんどんプレスをすると。一番大事なというか、本来ゴール下っていうのはシュートの確率が一番高いわけですよね。だけどその前にボールを奪ってやろうと、ゴール下に来る前にボールを取ってやろうというのが、オールコートのプレスの目的だったりするわけです。なのでプレスを仕掛けてボールを取りに行ってスティールを狙うと、そういう、プレス系のディフェンスをして、逆を返せばそれは中を捨てるディフェンスですし、外を捨てるっていうのは小さく固めて、リバウンド絶対取るというような小さく守るようなディフェンスをすれば、外は捨てられるということになるんですね。で、パックラインディフェンスはどっちだって言われたら、これはもう言うまでもなく、外を捨てる戦術ということになります。はい、で簡単にですね、パックラインディフェンスって何かということを簡単におさらいすると、コートがこうあったらスリーポイントラインがあるじゃないですか。で、普通はスリーポイントラインの1メートル外側ぐらいからシュートを打つのが、シュートエリアですよね。はい、これよりも後ろっていうのはあんまシュート打たないわけで、スリーポイントラインまではシュート打たれるので、ここまではしっかり守りましょう、スリーポイントラインから1メートル外まではちゃんと守りましょうっていうのは普通のディフェンスなんですね。ただパックラインっていうのはその真逆で、スリーポイントラインから1メートル後ろと、この内側にパックラインっていう、はい、覆い隠すようなそういう線を仮定して、この内側だけ徹底して守れと、とにかく小さく守れというのがパックラインディフェンスになります。はい、なので、オフェンスがですね、簡単に言うとこういうふうにオフェンスがいたとしたらどう守るかっていうと、ボールがここですよね。じゃあ普通はボールマンについて隣はディナイをしてっていうふうにマンツーマンするんですけども、簡単に言うとこういうふうに守るということですね。はい、こんなふうに守るということがパックラインディフェンスというディフェンスの考え方になります。はい、でこれで小さく守ると、ドライブが来たら抜かせないね、ちゃんと抜かせない。で、パスは外しか行かない。ドライブが来ても抜かせない。で、パスは外しか行かない。で、外からシュートを打たせたら、そのリバウンドをしっかり取るというのが、簡単にパックラインディフェンスというのはこういうディフェンスだということになります。で、じゃあ逆転は何かっていうと、これは当然、今の話の通り、アウトサイドシュートを打たれやすいと。はい、外を打たれやすいということになります。基本的にディナイをしないので、ディナイというのは、ボールを持っている人がいたら、普通はここ、しっかりついて、で、ボールに対して次にパスが行きそうな隣のところは、
パスコースを防ぐというのがディナイディフェンスですよね。でこういうふうにするとですね、当然こうパスがこう隣に行かないので、この人はドリブルをする、ドリブルをしたら捕まえるというようなディフェンスをするのが一般的なんですけれども、まあこれバックラインディフェンスは最初からディフェンスこれ離しといてこれ待ってるので、当然これ簡単にパスは回っちゃうんですね。だから打とうと思えばいつでも打たれちゃうというようなところの弱さがどうしてもあります。はい。それともう一個はですね、こういう状況に弱いんですね。番号で書くと1番がボールを持ってて2番がいて、まあ、3番がいるというふうにします。その時に A がついてて B がついてて C がついてるとしますよね。はい。で2番がどうするかっていうと、これこうバックドアに抜けると、バックドアに抜けるカッティングをする、オフボール動くと、そうするとこの B はどうしてもマンツーマンなんで、まあ、ついてきますよね。でついていった瞬間にここが空いちゃうんで、ここが空いちゃうんで、ここをドライブバーンとやられるとどうしてもヘルプが誰もいないと、まあ、C が行くには遠いじゃないですか。だからこうなると守りにくいということですね。もう一回行きますね。まあ、2番のボールを持ってたとしてパスを出したらカットすると、でこれだ誰もいなくなった、クリアしたここのところをドライブされると弱いというところで、オフボールのカッティングに弱いと、はい、ボールを持ってない選手が走り込むプレーのことをカッティングって言いますけど、オフボールのこういうカッティングですね、単純なカッティングに非常に弱いという面があります。まあ他の例で言うとパスをして切れてった、その瞬間誰も一瞬ここいないですから、ドライブをこうされる、こういう交差するようなドライブをされると非常に弱いというところがあります。はい。そうなるとこの今の図で言うと1番がいて3がいてボールを持ってると、ね、ディフェンスがこういて1がカットしていって一瞬誰もいなくなったここをドライブされるとカバーがいないというふうになると、この人1人でこのディフェンス1人で絶対止めなきゃいけないってなるので、必然的に下がんなきゃいけないですよね。下がんなきゃいけないですよね。なので、これが下がんなきゃいけないってなると1番はやっぱ外を打たれるという弱さがまた出てくるわけですね。でこの辺のところが、まあ、バックラインディフェンス、まあ当たり前のことなんですけど、中を小さく守っているからこそ外は打たれちゃうと。はい。っていうところの弱さが出てくると。で、なおかつ相手が動いてきてついてったところにぽっかり空いちゃう。そういうところを割られると弱いというところが、まあバックラインディフェンスの弱点ということになります。はい。で、まあ今回の、メインのお話はこれまでなんですけれども、ちょっと私の話、というか考えを少し付け加えると、じゃあバックラインディフェンスってやらない方がいいのかっていうと、これはね、まあこういうデメリットあるかもしれませんが、まあ、やったらやったらすごく効果的だと思うんですよね。というのは基本的にこの中を捨てるか外を捨てるかいずれかしかないっていう中で、絶対どっちも止められることはできないっていう中で、じゃあ外は捨てましょう、中は絶対守りましょうっていうバックラインディフェンスっていうのは、まあ、非常に本質をついていると思うんですね。まあ本質っていうのは何かっていうと、シュートの確率はどこからが高いかというと、絶対ゴール下が高いわけじゃないですか。でゴール下が一番高くて、その近くの制限区域が高くて、で外の方はあんまり入らないっていうのは普通のことですよね。で中学校とか高校とかっていう育成年代であればなおさら外のシュートがそんなに入るっていうことはあんまりないので、やっぱりそういう考え方って一つあると思うんですよね。小さく守っておいて優先順位はやっぱり中を絶対止めると、で外の方は、まあ、打たれてしまうけども、そこはチェックに行くというふうにしておいて、本質的にこの中は絶対やらせないというふうに絞ってディフェンスをやっていくっていうのはいいことだと思うんですね。私が本当に時々思うのは、一応作戦を立てたりして試合をして、一番良くないのは全てを止めようとして、結局最終的には全てやられる、全てを止めようとしてゲームプラン作ってやってみたら全てやられてると
いうことがやっぱり一番の負けパターンだと思うんで、どこかは捨てるということはやっぱ大事だと思うんですね。全部止めようとして全部やられるっていうのがこれ往々にしてあることなので、まあ、どっかを捨てるという観点は絶対必要だと思いますし、まあ、そういう意味でパックランディフェンスっていうのは弱点はあるけれども、まあ、本質を捉えていて非常に有効なディフェンスじゃないかなというお話です。はい、このチャンネルでは、バスケットボールの悩み解決になるような、情報発信をしています。もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。またグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。三原学でした。それではまた。